どうも、美容師チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。で、やってまいりました。よいしょー。何がですか？あれ、復活するの？あの男が、あの男が復活するのか。いや、実はですね、視聴者さんに、はい、まあ、僕たちいろいろ右往左往してた3年間なんですけども、はい、まあ、コロナ禍の時にチャンネル始めまして、はい、まあ、在宅勤務だったり、はい、まあ、宅飲みだったりとかブームだったじゃないですか。まあ、その延長線上でまずダダダってやってきて、はい、で、お互い仕事をやってますよね。はい、いよいよ仕事も回ってきたと。いよいよってわけじゃない。いよいよって、ね、今更か。ということでですね、はい、さすがにもう2人じゃ厳しいと。いや、というかね、もうみんながね、マンネリしてると思うんですよ、我々のことを。まあ、皆さん嫌いだと思うんで。なので、やっぱり、ね、好感度も欲しいなと。そうだね、好感度欲しいなって。はい、実は、ごめんなさい、ちょっと仕切り直して、視聴されているリアスチャンネルファンの皆さん、大事なお知らせがあります。重大発表ですね。重大発表です。はい。リアスチャンネルに、本当に、新メンバーが入ります。本当です。ゲストとかじゃないです。はい、本当に入ります。まあね、新しいメンバーが入るとね、入ります。まあ、いろいろね、それをどう思うか皆様次第ですけども。まあ、そうですね、バッタボタンだけはやめてください。ということで、ね、新メンバーの方どうぞ。はい、ということで、はい、来ました。はい、新メンバーの、はい、新メンバーの自己紹介してないで、ビシッと。あ、ビシッとね。ビシッと、はい、何緊張してんだこの野郎。緊張してない。新メンバーの宇賀雄太郎です。よろしくお願いします。宇賀雄太郎、宇賀ちゃんだね。宇賀ちゃんで行こう。はい、わー、若いね。いや、1個したね。変わんない。いや、ちょっと知らないふりしようかなと思った。知らないふりの体に行こうかなと思ったんだけど、もう隠せなかったね。いやね、実は、うん、まあ、こんな感じでね、フランクなんですけども、はい、我々ともね、15年近い付き合いで。もうそうだね、うん、古い付き合いで。本当にいいタイミングで、うん、助けてもらってありがとうございます。こちらこそ、ありがとうございます。もう本当にね、イケメン枠で。そうですね、ずーっとさ、オーディションしちゃったからな、ほら、街の中で。長かったです。実は裏では長かったです。長かった。はい、ああ、嘘です。いや、でもね、ほら、ウイスキー、なんか専門チャンネルみたいな感じで今やってますけど、はいはいはい、なんかウイスキーって知ってる？ウイスキー？うん。いや、ウイスキー、まあ、わかんないですよ。いい。こういうとこから始めよう。ナポさんだって最初そうだったんだもん。そうそうそう。まあ、まだわかんないからね、温かい目で皆さん、多めに見てください。僕も含めてな。ということでね、はい、またね、ナポさんが、うん、まあ、うがちゃんに、うん、まあ、レクチャーするとかね。あ、そうだね。僕が知ってる限りをこう、伝授して。で、昔からナポさんのこと知ってるやつがふざけんなってアンチが湧くみたいな。ちげえよ、みたいな。結局切られるキャラなんだな、俺は。バッサリ。今日もお願いします、視聴者の皆さん。いやー、でもほら、ドミさんね、はい、まあ、このチャンネル見てる方はあれですけど、はい、日本もうしばらく離れるじゃないですか。そうなんですよね。うん、だから、ドミさんファンにちょっと一言、しばらく会えませんよっていう。そうするとさ、何かいろいろ問題が別に普通に出ますし、ただ、3人体制になると、うん、まあ、やれる幅もね、まあ、確かにそうだね、広がるし、ナポさんがね、どうしても寂しがるんで、そう。なのでね、宇賀先生にやっぱりね、本当ありがとうございます。助けてもらって、見放たちすっきりしていい顔してるね。本当ですか？あれ、なんか噂の噂が広がる。いや、そういうのじゃないです。僕は女が好きです。勘違いしないでください。ここでボーイズラブやってもな、しょうがないんだから。冗談じゃないよって言われて。まあ、なんか宇賀ちゃんのね、まあ、いわゆるハウツーというかね、質問コーナーみたいなのまた後日ね。あ、そうだね。だからライブ配信やってもいいし、うん、なんだろう、まあ普通になんかいろいろね、そういうのも含めて、うん、だってなんかイベントとかあったら多分一緒に行くことになるから、うん、まあ時間間だね、はい、うん、なんで、まああとね、うん、やるやる詐欺してるオフ会ね。オフ会も今年こそは。そうだね、はい、ちょっと考えないといけないね。うん、3人でいろいろやれることはたくさん、やらなきゃいけないことがたくさんあります。すいません、こんなね、重荷寄せを負ってしまって。ということで、皆さん、先に申した通り、新メンバーの宇賀ちゃんが入ることになりました。皆さん、今年度もぜひよろしくお願いいたします。なんか一言もらわなくて大丈夫？それでは最後に、宇賀ちゃんから一言。いや、
や、これからもよろしくお願いいたします。これからもだこれからこれからこれから緊張する緊張するいや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 そうそうそうあ、これからね、うんこれからよろしくお願いします。このチャンネルが面白いと思った方はぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。メガネ周波もよろしくね。バイ。